シルバー人材センター歌声広場は、季節にちなんだ曲で歌声のハーモニーの美しさを感じてもらおうと行われたもので、今回はみなべ幼稚園、みなべ保育園で開かれ、0歳児から5歳児までの約160人が参加しました。はじめにクリスマスや冬にちなんだキラキラ星、慌てん坊のサンタクロースなどの楽曲8曲が披露されました。コーラスの集いはシルバー人材センターの女性部隊で構成されたコーラスグループで、町内の老人施設やイベントでその歌声を披露するなど、精力的に活動に取り組んでいます。園児たちはコーラスの集いの皆さんの美しい伸びやかな歌声に引き込まれるように耳を傾けていました。他にもコーラスの集いの皆さんと園児たちが一緒に歌う場面も見られ、元気な歌声を響かせていました。子どもたち知ってる歌とかは、自然に歌ったりとかしたり、自然に手拍子したりとかして、とても楽しそうに歌ってました。とても優しい歌声だったので、子どもたちもすごく、優しい気持ちで、ゆっくり歌って、とても楽しかったと思います。このエネルギーをいただいて、声が朝からね、結構ね、大変だったんですけど、みんな全体的に声も出てたので、はい、良かったんじゃないかなっていう感想です。最初年少さんたちは緊張して見えて大変だったんですけど、だんだんと慣れて、一緒に分かってる歌はうんうんっていうような感じで名付かれて、年長さんたちになるとやっぱり皆さん知って見えるので、歌も動作も一緒になって歌ってくださったりして、私たちの、下手な歌に合わせてやってくださったのがすごく良かったと思います。私たちも結構緊張してたので、失敗したと思いながら歌ったりしてたんですけど、はい、練習してきた甲斐があったかなっていう感じです。